魚で生じ。魚いる？これ猫用のおもちゃらしいけど、お前遊ぶかよ、これで。ずっこけた。いる？生じくん。アマゾンで売れたで。600円か500円ぐらいで。いる？これね、動くがいき、振動で。これ猫用やけど、あなた遊ぶの？じゃあちょっと奥で。座れ。待て！座れ！座れ！ダッチ！ダッチ！生じ座れ！ちょ、座らんやん。座れ座れ座れ、はい、おりこ。待てよ待て待て待てよ待てよ、まだね、待てよ。どうぞ、撮ってた。激しい激しい激しい。魚取った？ほんまに魚取った？犬みたい。楽しい？内臓のけないでね。楽しい？友達ができたね。尻尾ちぎらないでね。何日持つか分からんけど、これがね、ちょっと丈夫なぬいぐるみみたいな素材で、で、あのように振動で動きます。夢中です。夢中ですね。けどこんなおもちゃで遊ばしとったら本物の魚飛びかかっていくやな。川海みたいに海を掘れない。釣りに連れて行った時魚取られるかもしれんね。港の野良猫みたいに。なかなか動きが微妙にリアルや。あ、弱点見つけた。やばい、内臓を剥ぎ取りそう。中のプラスチックも大好きやき。ちょっと貸してや、ちょっと貸してや、貸してくれ。逃げた。フィッコフィッコフィッコ。面白い。あ、掘った掘った。面白いね。あれ止まったで、正直。叩いてみない、パン言うて。うわ、動いた。ちゃんと動かんように手動作中。面白い。こんなに遊ぶとは思わなかった。猫用って書いちゃったけど、どうして動くろうね、不思議やね。死んだ死んだで、正直、魚死んだで。生きちょった生きちょったで、生きちょったで。
ちぎりゅう。内臓引きちぎりゅう。やばい。やばい。やばい。内臓のマジックテープのところを狙いゆう。こいつほんま弱点分かっちゃうやん。ちゃんと何店に来る見せてくれるやろか。ちゃんとこっちに行く。マジリアル長いけど、こうカメラ越しに見たらほんまに魚モテ遊びみたい。何やろうね、分からん。違うろ。絶対違う。鯉か船やなかったろか。ちょっと見せて。これ船？びちょびちょ。あ、船や、船船。多分船や。目が下についちゅう。もうびちょびちょで、正直。本物のそれみたいに。たまらんか。たまらんかい。ここにあんた骨もあるで、ほら。骨。どっち？骨と魚。魚。骨っていうかもうこれ石みたいになっちゅうけど。手で持てんだったら嫌ながよ、これね。ちょっと新品出して。どっち食うかやってみて。もうこれ、危ないろ。喉で突っかえたらいかん。この魚で遊びるところに大好きな骨を、あ、魚がフリーダムになった。あれやっぱ骨か。ちょっと動きよで、魚動きよで。魚動きよけど骨が欲しい。骨。よし、座れ。座れ。魚動いてますけど足元で。どっちですか？骨でした。骨でした。やっぱ骨か。え、魚は？ほら、骨にはかないませんでした。あ、帰ってきた。やっぱ許さん、魚を。違う、骨を見失った。自分で持ってったやん。そこよ、そこそこ持ってきた。魚を見張りつつの骨や。魚見張りつつの骨。ほら、魚をもう懐にバキー言うで。魚を押さえ込みつつの骨。じゃあちょっと返してよ。中を紹介する気一応正直。ええ、骨あるやん。これね、充電式になっちゃって、ここをマジックテープで、マジック、結構しっかりめに、マジックテープ。で、ここ、USB 充電です。電源のオンオフもございます。オフにしたら動かん。で、オンにして、振動を与えたら動く。一定時間動いたら勝手に止まって、また振動を与えたら動く。そんなおもちゃです。船ですね。びちょびちょで一回充電しましょう。骨食い。さあ次はどちらの動画をご覧になりますか？こっち？こっち？こっち？やっぱこっち？どっちの方が面白いかな。まあ全部見ていただければ嬉しいと思います。
飼い主の皆さん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。助かってます。またお願いします。